ナオチンです。さあ今日も未来のトランクス編行ってみましょう。そして数日後、熱のこもったトランクスとご飯の修行は続く。持って行かるんだ。精神と時の部屋のあの悟空とご飯みたいだね。くそ、どうしてスーパーサイヤ人になれないんだ。もう少しだトランクス。俺もお父さんもスーパーサイヤ人になるのは随分苦労したさ。前も言ったと思うが、スーパーサイヤ人になるきっかけは怒りだ。俺はピッコロさんやクリリンさん、みんなが人造人間に殺されて、それを思い出しているうち切れた。そしてスーパーサイヤ人になれたんだ。君にはベジータさんの血が流れている。そのうちスーパーサイヤ人になれるさ、絶対にな。はい。よし、スーパーサイヤ人になる修行はこれくらいにして手合わせするか。はい、お願いします。慣れないね。この時はまだ慣れないんだ。えらいボコボコにしてくれるけどもダメージは1だ。魔閃光も1でしょう。必殺技何もつけてきてない。もう本人ワンパンしよう。よし、いい感じだったぞ。ありがとうございます。はい、そう思うならもっと本気で来るんだ。わかりました。